元気よく挨拶してるやつがいるぞ。こんばんはって。お、青くなってる。すごい。夜は夜でこんな感じなのかな。ハートに見えるツタは修正されちゃってんのかな。ナイトレーブンカルチマジ広いわ。たくさん歩いて、もうお腹ペコペコ、ワッフル食えじゃん。プロジェクションマッピングが始まるまで座ってお菓子こうぜ。お、いいね。喉も乾いたし、ジュース飲まーっと。お兄さんたち、こんばんは。ん？なんだこの子、仮装して学校に遊びに来てるのかな。こんばんは、君もお菓子食べる？ポテチにポップコーン、チョコレートもだいぶ持ってきたのこいつら。でも、図書館でご飯を食べるのは禁止されてるんだよ。ほら、看板に書いてある。あ、いつもの看板、飲食禁止と。飲食禁止って言われてもさ、こんなにたくさんテーブルと椅子があるし、ちょっと俺らが使っても問題ないよ。そうそう、むしろスペースを有効活用した方が学校もハッピーになるって。どういう理論だよ。やっぱね、机と椅子と室内だとね、そうなっちゃうよね。これマーメイドラグーンを比喩してたりするのかな、わかんないけど。でもパンプキンナイトに呪われちゃうかもよ。パンプキンナイト？なんだそれ。あ、俺それ聞いたことあるかも。映画のキャラクターじゃね。そう、映画パンプキンホローに出てくる怖いゴーストの名前。お兄さん、パンプキンホローを知ってるの？おお、まあな。ありきたりなストーリーの上に、特撮はチープで全然怖くない子供だまし。ホラーを名乗りにしてはコミカルすぎて、全体的に残念すぎる見る価値なしの三流映画。うわ、めっちゃ言われるじゃん。ってやつっしょ。あ、めっちゃ、見て、ウォルト君がめっちゃ怒ってる。お前超詳しいじゃん。俺聞いたこともねえわ。映画好きなんだ。いや、実は俺結構オタクでさ。出た。結構オタクでさ、マニアックな映画とか詳しいんだよね。まあ、パンプキンフォローの映画自体は見たことないんだけど。え？映画は見たことない？うん。でもレビューサイトで RCG 読んだし、似たようなもんでしょ。怒ってる。見てねえな、こいつって顔してる。図書館でお菓子をむしゃむしゃ。ジュースをごくごく。注意しても知らんぷり。はーい、マジカルモンスターさん、おうちでーす。あの態度も相当腹立つけどさ、何より許しがたいのは、パンプキンホロー、見る価値なしの三流映画呼ばわりだと。テンポのいい会話と恐怖シーンの配分が絶妙で、老若男女におすすめできるストーリーじゃないか。それに特撮映画は手作り感があるからこそ、制作者の努力や愛情を感じられるんだ。そんなこともわからん、そこの浅いパンピンのレビューなんて、それこそ見る価値なし。両者の言う通り、見てもない映画を語って、俺男なんだよねーなんて、オタクへの侮辱以外何者でもない。知ったかぶりのマジカルモンスターども、パンプキンホロの刑に処してやる。どんな刑だそれは。言われるまでもありませんわ。諸君、所定の位置につけたまえ。ただいまから作戦を実行する。イエスサー、イエスサー。いや、サーだけどさ、騎士ってすごいノリノリじゃねえかお前ら。結構仲いいんだな。あ、ばばば。そっか、パンプキンナイトは知ってるんだね。それじゃあお兄さん、この話は知ってる？マニアの間では有名な話なんだけど、パンプキンホローは実話を元にしているらしいんだ。実話？うん、昔粗末にされたジャック・オ・ランタンのゴーストが騎士に乗り移って、食事を楽しむ人間をみんなパンプキンに変えちゃう事件があったんだって。きっと自分が食べてもらえなかったから、ゴーストは食べ物に嫉妬してるんだね。その怖いパンプキンナイトが現れたのがここケンジの島らしいんだ。当時の人たちはなんとかパンプキンナイトを倒して、この図書館の下に彼を埋めたらしいよ。だから図書館は飲食禁止なんだ。美味しく食事をしている人を見るとパンプキンナイトが怒っちゃうの。怒っちゃうのって言い方かわいいな。君そんな話信じてるの？素直で超可愛いわ。ジャック・オ・ランタンのゴーストとか、人がパンプキンに変えられるとかありえないって。大丈夫大丈夫。まあ、パッと聞いた話だとね、でも魔法が存在してるからさ、この世界ってさ、ありえなくないとか思っちゃないのかな。そうかな。あれ？ねえ、なんだか変な音がしない？え？確かにガシャンガシャン変な音がする。気
金属が擦れ合ってるみたいな。だんだん近づいてきてね。パンプキンはパンプキンでも食べられないパンプキンはなんだ。答えはこの俺さ、悲しきモンスターパンプキンナイト。うわぁ、なんだこいつ、いくらみの中から飛び出してきたけど鎧。うわぁ、パンプキンナイトが出た。パンプキンナイト、こいつが本当かよ。いや俺も実際に映画見たうちじゃないから知らないし。お兄さんたちのんびりしてないで早く逃げないと。じゃないとパンプキンナイトの復讐が始まっちゃう。もう遅い。くは、罪深き人間どもよ、このパンプキンナイトに会ったのが運の尽き。悲しく腐り果てた俺の悲しみと恨み、その身で味わうがいい。おお、なんか出てるけど、え、あ、これあれかな、あの東方の自霊殿か精霊戦に出てきた敵のキャラクターじゃないのこれ。ちょ、図書館が燃えてるし、やばくね。なんだよこの青白い炎は。それはあの世の豪華、お前たちをパンプキンパイにして食べずに捨ててやろう。なんかもう可愛いな、そのセリフ。なんだそれ。いざ灰よりつとえ、闇の鶴、人間たちを捕らえるのだ。壁からつー飛び出した気がするが、襲いかかってくる。うーん、助けて、鶴に足首をつかまれちゃった、連れ去られちゃうよ。あらあらあら、かわいいかわいい、あーとか言っちゃった。やべえ、子供がツタに捕まったぞ。落ち着けて、どうせ学園の生徒が悪さとして俺たち驚かそうとしてるだけだろ。と捕まえて正体暴いてやろうぜ。この偉大なるパンプキンナイト様に歯向かうとは、なんと生意気な人間だ。お、なになになに、どうしたどうした、ダメージ受けてるけど。ああ、そういうこと。よし、手を押さえたぞ、引き離せ。ぐっ、よし、こいつが起き上がる前に兜を取って中にいる犯人の顔を確かめてやろうじゃん。よっしゃ、ヘルメット取れた。おお、この演出どうやってんだろう。あ、たま、中身がない。なんかシュールだな、なんかこのテロップでいいやって出てるのめっちゃシュールだぞお前。え、この音、最初にパンプキンナイトが現れてきた鎧の音。おお、増えた増えた。え、愚かなり人間、貴様らには植物にも劣る存在。うわあ、実は三つ子でしたみたいな。パンプキン畑の梅雨と消えるがいい。パパパパ、パンプキンナイトがたくさん出てきた。我々の恨みを晴らしてや、人間に。ハロウィーンの制裁を。え、これなんかさ、あのケロベルスだから3つとかじゃないよね、そういうわけじゃないよね。別にこのシーン意味深だったりしない。そんなことないよね。そんなことないと信じたいけど、信じて先行くよ俺。ガオーガオつった。左のやつはどうやって声出してんだ。すごいのはさ、イグニハイドンのさ、マジカイモンスター男しかいねえのよ。あ、待って、オクタビネルもそうだったな。イグニハイドとオクタビネルはどっちも女の子いなかったな。なんか縁ないのかな。ちょっと面白かっちゃった。テクシどうじゃ、すぐ済むよ、耐えてみせろ。悪く思うなよ。よし、オッケー、テクシ見くびるなよ、愚か者め。あ、終わりました。あ、あと8分で俺誕生日終わんな。パンプキンにされるってすごい、なんかワードがすごいな、パンプキンにされるって。もうルールを破って飲み食いしたりしない、許してくれ。お、出てきた。めっちゃ笑うやん、高らかに。涙目で助けてくれって。キッズチャンネルのヴィランだってもっとマシな命越ししますわ。パンプキンナイトの兜を外したら中身が入っていないという名刺はもちろん、埋めたパンプキンナイトの種から生まれたたくさんの新パンプキンナイトが再び人々を襲う。なんだそれは。パンプキンフォロー2を見ていたらピンとくる展開でしょ。それなのにあんなに驚くなんて。本編を見ずに語る知ったか、これだからダメ。てか2あんだ、続いたんだね、すごいね。うんうん、ごもっとも。
実に爽快。ちゃんと見てたオルト。うん、みんな泣きべそ書いてすごく面白かった。まさか最初に登場したパンプキンナイトがロボットで、スピーカーを使って会話していたなんて、間近にモンスターたちには思わなかっただろうね。みんなでパンプキンナイトのロボットを作ったんかい。すごいな。地獄の炎とツタが飛び出すプロジェクションマッピング、かいかい、イグニハイド両生が総力を挙げて1日で作ったり、1日で作ったん、すごいなお前ら。うん、本物そっくりのクオリティ最高でしたぞ。さすがに僕一人じゃロボもプロジェクションマッピングも準備するのは無理だっただろうな。みんなお疲れ様。はい。なんかこうして見ると仲いいんだな。6章なんかイグニハイドロステが出てくるような展開にならなそうだからさ。それにしても今日はたくさん喋った。普段どんだけ喋んないんだ。使え生態。対面じゃなかったとはいえ陽気の相手をするのは疲れます。え、兄さん、もしかして疲れたからもう部屋に戻るなんて言うんじゃ。まさか、年に一度のハロウィンですぞ。ここまで散々苦労させられたんだ。最後までパンプキンホローの素晴らしさを広めさせてもらいますわ。ハッピーハロウィーン。ウェイ。ハッピーハロウィーン。